しています。アッコのいい加減に旋回、今日もお電話ファックスメールお待ちしております。今日のいい加減に旋回ですが、はい、この後11時台後半にはですね、うん、桃色クローバー Z の皆さんが来てくれます。これがね、さっきね、はい、ご挨拶にお見えになったのよ、来てくれたのよ。その時は私服だったんですよ、はい、早いよ、なんでこんな早いのなんつったら、着替えるんだって。ラジオだよ、はい、ほらラジオだよ。ねえ、ラジオ着替え、偉いよね。そうですね、偉いですね。衣装に着替えたって分かんないわけじゃない、見えませんからね。そう、見せてないし。そうです、そうです。すごい、止まないイメージなのかしら。まあやっぱりあとはアッコさんの番組に前からももクロの5人は出たい出たいって言ってくれてましたから、ね、気合が入ってるんですよ。嬉しいですね。いやいや、もちろん番宣で来てんだろうけど、いやいやいや、それにしたってさ、うん、それにしたって衣装に着替える必要はないと思うんですけど。そうですね、はい、しょうがないから、私もう衣装なんか覚えてないからさ、色それぞれ色がありますね。いただきましたよ、ピンクとか緑とか赤とか黄色とか紫って書いてくるんでしょ、はい、で今までなんで黒とかそういうのがないのかなって、この色も後で聞いてみましょう。何を選んだのか。だからアッコさんが桃色クローバー Z もちろん知ってるんだけど、いや、アリアスとよくほら、はい、コラボレーションしてるんですよね、はいはいはい、5人にそれぞれどういう印象を持ってるのかとか、あと素朴な疑問ですね、はい、なんで桃色クローバー Z というのかとか。そうなの、そうなの、それも皆さんもぜひね、はい、ありましたら、はい、お待ちしております。そうなの、先週も何も告知してないんですよね。そうです、そうです。でも本当に今日ってことは決まってたんです、はいはい、ももクロの皆さんへの質問から、はい、最近の出来事、気になった話題、アッコさんへの質問相談、何でも結構です。そして脳トレリターンズの問題もお待ちしております、はい。受付電話番号は東京03-3211-3222、03-3211-3222、ファックスは0570-021242、0570-021242、メールアドレスは akko@1242.com、akko@1242.com でお待ちしております。そして電話で参加いただくコーナー、クイズ和田オネア、正解すると1万円が当たります。メールやファックスに電話番号を書いてくださった方は全員抽選の対象になります。番組の中で紹介された方ももちろん出場の抽選の対象になります。選ばれた方にはスタジオからいきなり電話をかけます。この時に5回コール以内に電話に出てくださらないと失格となります。その場合は他の方に回答権が移ります。メールやファックスには必ず電話番号と本当のお名前と住所も書いておいてください。そしてラジコで聞いている方はお手数ですが、メールやファックスにラジコで聞いていますと、ラジコと書いておいてください。そういう方が選ばれたら、ある程度クイズの問題を読み上げて時間を空けてから電話をかけたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、川崎市の川崎のプリンさんからはすでに歌謡コンサートの感想も届いておりまして、はい、平原彩香さんとのコラボレーション、はい、素敵でした、はい、めったに聞けないアコさんとのコラボ聞きましたと。そうですね、本当に、はい、そしてハレルヤの衣装が歌にぴったりですね、はい、ありがとうございます。さらに話は変わって、はい、TBS の特番、はい、さんまさんの放送を拝見しましたが、はい、アッコさんは19歳の頃から大きいと言われていたんです、ね、はい、あ、そうですね、後ろの正面ダーレっていうドラマ出てたんですけど、はい、はい、いや、 やっぱり森重久彌さんとか山岡久彌さんとかで、あんた方どこさんとか、TBS の大物ですね、はいはい、やりましたけど、後ろの正面ダーレが初めての、まあ、とにかく昔の言葉だと大女ってとかって、そのニュース読む人が平気で言ってんだよね。おかしいですね、あれもね。いや、私でもね、まあお任せもおかげさまでね、30周年迎えましたけど、終わっちゃったけど、あの番組の要するに TBS も60年で、さんまも60歳っていうのでやったじゃない。でも終わっちゃったけど、さんまの番組でからくりテレビってあったじゃない。あそこのご長寿クイズ、あれがもうみんなで笑ったね。ほんまに鈴木史郎さんって NHK から来られた真面目な方、あの方が出されてね、長年 TBS でやってる、もう看板番組って言ってもいいでしょう、日曜お昼和田くさんがやられてるアッコにといえばピンポン、おじいちゃん80ぐらいのアッコにピンポン、殺される。殺されはしませんね。伊藤四郎さん、伊藤四郎さん、たったと、ね、伊藤四郎さんじゃない、いや、鈴木四郎さん、鈴木四郎さんって言って、そしたらあっこにピンポーン、
食べられる。いやいや、まあ、本当そうですよ。長いですよ。でも本当に相良直美さんともね、はい、ちょっと今日こう記事ありますけど。